集まれ動物の森。さあ今日も集まりやっていきましょう。扇風機の音うるさいね。皆さんこんにちは。ただいま星の島の時刻は2022年6月2日木曜日の午後1時14分です。そういえば今日こんなご相談を受けたので皆さんにもお願いしておきますと。え、誰から？浜辺で倒れている人俺結構見てるんよ。助けてあげてるんよ。それでもなお来てくれんの、ありがたいんだか迷惑なんだかようわからんな。これね、ジョニーフラグかと思いきやね、そんなことないんですよね。ってことで今日もやっていきたいと思いますと。あら、お掃除ですか？おーす、楽しくやっているすん。お話ししよう。なんかすっきりしない天気だね。こんな時こそ気合だなすん。相変わらず会話が面白くないんだよな。さあご制約決まっていません。チャックのところは決まってません。マジか。いやコメントでさ、なんか8人目以降はマイルじゃないと決まりにくいみたいなコメントあったんすよね。そうだったっけ？俺そんな記憶なかったんだけどさ。まあそれを信じるならばレジェンドを狙い続けてずっとガチャを繰り返してもうしまくり使えるのが遅くなるか、とりあえず適当に10人呼んじゃってしまくり使えるようになって島整備をしつつ住民をレジェンド集めるか、どっちがいいかって考えたらやっぱり後者だと思うんすよね。だから今日からも妥協の離島勧誘していかないといけないのかなとか思っていたりしております。はい、まあご制約決まっていない以上はどうしようもないですよね。ってことでまずはいつものルーティンから。おいっす。あ、良さげな看板とタンバリン売ってるじゃないですか。まずこちら、メニュー黒板ですね。現品限り1800ベル買っちゃいますと。これカフェとかね、家の中内装するんだったら結構使える家具ですね。ほんでもってタンバリンと1500ベル買っちゃいます。打楽器奏者にはこれ絶対必要なアイテムでございます。あ、マイル旅行券、そうそう、撮影外でね、いろいろあって1枚だけ発行しているんですよね。で、マイレージが、あ、マイルが今4000か、マックス3回、5回は今日もやりたいなっていうところっすね。あざしたーん。エイブル、ちょっと待って、もう魅力的なアイテムがもうあるんだけど。さあ今日もファッションチェックいきましょうか。ロックな大阪のおばちゃんコロナ対策です。さあそして今日もあさみさんにナンパしていく。ちょっと今は立て込んでねえだろ、客誰もいねえんだから。分かりやすい嘘つくな。せっかく来てくれはったのにごめんなさい。今はちょっといつもそんなこと言って構ってくんないよな。キヌちゃん、キヌちゃん、キヌちゃんじゃダメ、アサちゃんじゃないとダメ。まだまだアサちゃんはこちらを振り向いてくれなさそうです。大きにまたどうぞ。おお、いた。え、もしか、フラグ回収ナイス。おはよう。はい、一体何が起きたのですか？あ、僕の容姿の話。あのね、ちょっと一回関西に行ったんですけど、まあコロナだからね、マスクをしっかりしていったんだけど、白マスクじゃね、おしゃれじゃないから、ちょっとロック調にこん、おらや。おお、これはまさしく私の通信装置のパーツ。かっこつけんな、短足。ベリベリサンクス、これで通信装置は治ったはず。ジョニーよりこれでよしと。恩人のあなたには後日お礼の品、マジでセンスいいやつ頼むわ。本当にここ最近お面やら帽子やらってさ、なんか日常で使えるようなものをくれないと困るんよ。お兄さん頼むで。おい、誰だよ落とし物したやつ。うちのさ、島の住民、あ、違う、何やってんの？うちの島の住民さ、落とし物するの多すぎなんだけど、これ。困ったもんだね。まあ、どうせペチュニア一択やろ。いたいた、岩場のペチュニア。うふふ、お元気そうね、メルシー。これ拾ったんだけど。一発で決めてやるよ。ほらよ。
違う。トムソン、おい、トムソンこの野郎、やっぱり鹿住民しか落とし物しねえんだな。あー、おったおったおった。チャオガゼン、わけわかんねえわ。見せてごらんガゼン。本当に必要最低限の言葉しか発さないんかお前は。これはなくしたはずの僕のポーチ。いやー助かったよ、トムソン流の礼をさせてくれ。あ、服だ。トムソンが使っていた前結びワイシャツ、いらねえ、気持ち悪い。お前のお風呂とかありえねえ。あー、ちょっとおしゃれになった。オッケー、8000マイル行ったんで旅行券4枚発行して離島ガチャやっていきましょう。レッチェゴー。あ、待って、その前にさ、あの僕撮影外で結構あのお金稼ぎとかしていて、返済、ローンの返済とかも結構しているんですよ。そのおかげもあってね、今残り金額がね1万ベルなんですよ。だから今撮影中に今払っちゃって、次の増築してもらいましょうか。とりあえず1万ベル持ってけ、ドロボー。これで19万8000ベルだったっけ。完済いたしました。やったー、おうちのローン全部払いよったーん。ってことで増築だ増築、この野郎、クソデブだぬき。そうね、今の宮戸さんのお家ならお部屋を増やす。なるほどね。上下左右奥。34万8000ベル高い、お願いします。 OK、 じゃあ工事の手配を進めるからね。明日の朝には完成するからお楽しみだなもん。え、どこ増築されんの、話聞いてなかったわ。よし、じゃあ旅行券発行してガチャやっていきましょう。さあ一つ目の島、気合入れていきましょい。天気は良好、しかし風が強め。さあさっさと出てこいレジェンド。おお金の島じゃん、ラッキー。これはついてるぞ。この流れでレジェンドが現れない。これ昔からいる住民よね、シドニー。あら、はじめまして、私の名前はシドニーです。あなたも旅行でこの島へ来たんですね。ウフフ、旅先での出会いは大事にしろって、うんたらかんたらうんたらかんたら、丁寧系だからな、悪くはねえんだけど、コアラこそなんか関わったこと一回もないですね。せーの、よいしょ。あー、タイミングいいんだか悪いんだかよくわかんねえわ。ピョーン、オッケー、それじゃあお金取っていきましょう。うかうかだぜ。お財布がいっぱいで、このお金は持ち歩けないや、そのままにしておこうと。そんなこと言うなって。あ、やばい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 、もうこりゃ億万長者だよ。爆アド爆アド、よし、金全部取ったからもう帰るか。まだ帰りません、旅行券を使い切るまでは。ということで2つ目の島でございます。ちゃちゃっと行こうぜ、ちゃちゃっと。もったいぶるから悪いんだよこういうのは。パンダ、やべえ、こいつ初めて生で見たんだけど、なかなかにグロい色してない？なんか毛ハイダー色してない？肌色で。てか人間に近いんだけど、お前クマじゃねえな、人間だな。さては、ちゃうやん。なんでお前、確認だけど初対面だよな。俺はちゃうやんって言うんだ。今日はたまたまここへ遊びに来たのさ。ところでお前、いや、ちょっと待って、顔怖いんだけど、夜中に会いたくないこいつ。はい、3つ目の島、先ほどは少し怖い思いをしましたが、次は可愛い、かっこいい、そんな住民に出会いたいと思います。さあ誰だ。アリクイ、なんか今までに会ってきてこなかった動物に今日は会いますね。え、お前誰、アサミ、違う、アルミだわ。アサミはあれだわ、エイブルシスターズだわ。ヤッホー、はじめまして、あたいアルミ。あんたも別の島から遊びに来たの。ふんふん、星の島のミヨトちゃんって言うんだ。結構遠くから来たんだね。へへへ、短い間だけでよろしく、さよなら。いや、でもこれですね、あの先ほど言った通り、妥協であの住民を呼ぶと言ったじゃないですか。これ5回目で必ず呼ばないと、もうこれ大変なことになるんですよね。だから5匹目がマジで重要。正直ここまでにレジェンドが出てきてくれたら、そいつを呼べばいいだけなんだけど、5回目とかで本当にぶっ細工のやつとか来たら、もうそいつを勧誘せざるを得ないと。俺はね、もう賭けですよ、賭け狂いですよ。はい、4回目、もう諦めてます。はい、今日も出そうにありません、かすりすらしておりません。
さあ、あなたはだーれ、毒ガエル、リンダとかっていう名前じゃなかったっけ、あなたですよね。あら、はじめまして。あなたもよその島から来た人かしら。こんなところで出会うなんて奇遇ね。私リンダっていうの。あなたは星の島のミオトさんね。なんだかあなたとは仲良くなれません。お前なんか T シャツに貼り付いたろ。やべー、次でラストだ。次で呼ばないともうとんでもないことになるぞ。頼む、せめて可愛い住民とか新規住民であってくれ。ロドリーも願ってくれよ。さあ、泣いても笑っても怒ってもラストでございます。頼むぞ、本当に頼むぞ。ちょっと願掛けのリアクションをちょっとしておきたいと思います。失恋、もう僕はほぼほぼ諦めているんでね、失恋でいいかと。ペシミチ、ペシミチ、あ、ペシミチだっけこいつ、名前なんだっけお前。あ、そうだよな。うわ、最悪だ。もう一番中途半端なやつ来た。いや、マジかよ。誰だよお前、本当に関係ねえやつじゃねえかよ。あー、呼びます。とりあえずこいつ呼びます。この島って自然がいっぱいですごく気持ちいいから、いつまでもいたくなっちゃうよ。実は僕ね、前からこういう島で暮らすことを夢見て、うひょうひょっていうさ、口癖どうかしてるよ。いやー、やだー、来ないで。マジで来んな、本当に。いやー、くっそー。あー、なんでこうなるんだよ、もう。神様は、意地悪だ。どうして、レジェンドを呼んでくれないんだい？もうマジで、縁のゆかりもないやつを呼ぶことになってしまったわ。はい。ということで、まあもう仕方ない。うん。島クリを早く使えるようになるためにも、まずは、星の島を10人集めるところをね、重点的に置かないといけないんで、もう妥協です。はい。とりあえずもうどうでもいい住民、この後あと2匹来るかもしれませんが、皆さん、我慢してください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。